共同大阪 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。役者やっております、ムロツヨシです。私が主催しますムロ式がですね、今年4年ぶり、3年ぶり、4年ぶりになります。ムロ式がですね、ムロ式学芸会として大阪に帰ってまいりました。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。まず僕がやりたいことをやりたい役者さんとやりたいスタッフさんとやるという舞台ですが、簡単に言えば分かりやすい、メッセージ性のない、それでも来て皆さんなんか知らねえけどよかったなっていう舞台を作るのは目標に頑張っております。今回の学芸会もですね、今まではオムニバス、ショートストーリーを3つ4つやってたんですけど、今回は学芸会と題しまして、一つの物語を、皆さんの知っている物語を違った角度から見たりとか、違った風に切り取って作っております。さらにですね、今回の学芸会は野外劇、トラックを使っております。どこからがトラックやってきて、どういうステージになって、それからスタッフさんがどういう動きをして舞台を作り上げるのかも楽しみに見に来ていただけたらなと思います。はい、先ほども言ったトラックなどもありますが、野外だからこそできるもの、まあ簡単にちょっともう配信があったので言いますが、噴水だったり、噴水をスクリーンにしたりとか、夜はそういうものがあります。さらに今回は昼公演、東京ではなかったのですが、大阪と福岡公演はですね、昼公演をご用意させていただきました。ショートバージョンにして、まあ熱中症対策のこともあってショートバージョン、そしてお子様が赤ちゃんから0歳から見に来れる公演を作ろうと思いまして、昼公演をまずそこが違います。赤ちゃんが泣いてほしい、子供たちが泣き叫んでもよし、そんな舞台をですね、他のお客さんの、大人のお客さんも微笑ましく見れるような、その時役者がどうするんだろうという舞台を作ってみせたいなと思いますね。それが大きい違いですかね。もうとにかく野外劇ですから、皆さん楽しみに見に来ていただけたらなと思います。まずご時世、時代が許せばですね、美味しいご飯を食べたいなと思っております。大阪で最近ご飯を食べれていないので、食べられていないので、たこ焼き、粉もん、お好み焼きはもちろんですけど、僕は大阪はカレーが好きですね。カレーライスを食べたり、また居酒屋が好きですので、そんなところに飲み行けたらいいなと思いますが、まずは、感染対策のことを、まだまだなんちゃらウイルスのせいでありますので、そこに気をつけながら、いろんな美味しいものは食べさせていただきたいなと思っております。皆さん、改めまして、ムロツヨシです。本当にこの時代ですね、舞台をやるということの意味を考えさせられる毎日でございます。ですがです、本当に今だからこそやりたい、今だからこそやるべき舞台を作ったと思っております。かといって難しいものではなく、皆さんが笑い声、心がほっこりと言いますか、なんだよ、もう見ちゃったよ、悔しいなって言えるような舞台を作ってみせたいと思います。クソ真面目に、クソ真面目にふざけております。大人たちがクソ真面目にふざけて、お子たちを笑わせるようなこと、そして今の大人の皆さんをも笑わせたい何かを絶対提示してみせますので、よかったら安心して気楽に、舞台に、客席に座ってください。今正直まだ満席ではありません。去年のチケット状況は満席だったんですけども、1年違えば状況も変わる、それから皆さんのいろんな考え方もあるとは思います。ですが1年経ったからこそのプラスを絶対提示できますので、よかったら客席に座ってください。満席が大好きです。ムロツヨシでした。ありがとうございました。